毎度おなじみルローのフルーティスト鈴木奈穂子です。こんにちは。今日はですね、またこのゴジラ回ということで、ハリウッド版ゴジラ、ゴジラ VS コングの、ガチャガチャを私が引いてきたよというお知らせの動画でございます。何のお知らせだっていう感じなんですけれども、こちらですね、じゃじゃんじゃじゃん、今回このゴジラ VS コングバージョンのね、いつものガチャガチャなんですけれども、なんと私が4回引いて4種類当てるという神業にね成功したって、まあ神業でもないけどねちょっと運が良かったっていうくらいかな。なんかツイッター見てたら、あの4回で4種引き当てたっていう方もねいらっしゃったんで、あの皆さんもぜひね4回挑戦してくださいまずは4回を目安にね、それ以上はねまたね、あの気持ちの問題なのでね、というわけでこの間ですね、前回メカゴジラを組み立てたわけなんですけれども、こちらですね、はい、とってもこのなんかちょっとグレーのなんちゅうかな黒光りフォルムが素敵でしたけれどもね、今回はお待たせしました、ハリウッドゴジラを組み立ててまいりたいと思います。早速オープンします。お、このねブルーの背びれがねかっこいいよね。おお、あ、なんかすごい重量感ある、重い。パーツはねそんなに多くないね、 1,2,3,4,5,6、 さこの間メカゴジが、7だったからね、6だね。ちょっとパーツの数で負けてますけれども、でも重量感はねなんかメカゴジよりあります。なんかこの胴体の部分がかなりでかそうな感じがする。尻尾もね太いわこれ、というわけで早速組み立ててまいりましょう。まずはこれをねオープンしていきますよ。まさにこの私の T シャツのねゴジ様を今から組み立てるっていうことなんですけど、カラーリングが素敵。この背びれがね、熱線を放出する前のなんかこの青光りしてる感じ、ブルーに光ってる感じがねなんか素敵ですね。なるほどね、ここにもう手はついてるからそれでパーツが少ないんだ。こんなに手小さかったっけ、意外と小さな手してたんだね、ハリウッドゴジラくんはというわけで組み立てますけれども、あ、足が出てきたから足からつけよう、ちょっと首のない状態で悪いんだけど、足からやっていくね。こっちかな、まず左足からいきます。これね結構しっかり押し込まないと後で取れちゃうんですよ。ギューって、あ、バッチリはまりました。いいね。で次こちらね、あ、しっかりこのね棒ではまるパターンのやつだこれ。よよよよよ、え、合ってる合ってる合ってるよね、合ってるかな、なんか不安になってきた形。大丈夫この間のね、あの骨、ゴジラの骨が本当に結構私トラウマで、本当にね手が痛くなったの、あれは指がね。一応私も本職フルート奏者なのでね、指は大切にって思ってるんですけど、なんか爪は割れたしね指先めちゃくちゃ痛い、なんか血豆でもできたんじゃないかくらい痛かったからね、今日ちょっと恐怖心だけど、でもこれはね本当にギュギュって押し込むだけだから全然あのスイスイって感じなんだけど、でもね意外と硬い、しっかりしてる。しっかりしてた方がね取れにくいからいいんだけどね。よっよー、これでいいのかな、これで入った、あ、入ったみたい。こんな感じです。首なしですね、首なし尻尾なし、ゴジラです、これがね。やっぱこの青い背びれは相当かっこいいんじゃないこれね、素敵な色ですね、なんか夏らしい感じもしてまいりますけれども、そしてじゃあ尻尾行こうかな先にね、
この間ね、メカゴジラの尻尾も結構長かったですけど、このゴジ様のね、尻尾もなかなかですよ。なかなか長いし、痛っ。これなんか、トゲが痛い。トゲが結構チクチクするわ、これ。気をつけて、ね、小さいお子様、組み立てるときはね、気をつけてくださいよ。この間ね、私がゴジラストアにガチャ引きに行った時も、隣で、あれ小学生くらいかな、小学校低学年か、もしかしたら幼稚園だったかもね、それくらいの男の子がね、ガチャ一生懸命引いてました、隣で。男の子が一生懸命ガチャ引いてる隣でね、私も一生懸命引いてたんですけど。なんかね、同志に思えますよね、一緒にね、ガチャ引いてると。あ、だからゴジラストアは、何台置いてあったかな、なんか5台くらい置いてあったんで、このガチャが。うん。いつ行ってもね、多分品切れせずにあると思いますよ。うん。ぜひね、お近くの方は、ゴジラストア寄ってみてください。店員さんもね、とっても親切です。うん。何度も行ってるから、私も。こんな感じですね。やっぱりすごくイカゲソ味があるというかね。うん。ちょっとイカスミパスタのイカゲソ的な、うん、そんな感じがしますけど、ちゃんとね、このトゲのところまで青く、うん、カラーリングしてあります。はい、というわけで、なんかまだ首がなかった、まあいいや、尻尾からつけていきましょう。うん、ここかな、結構これ太いよ、しっかりしてる、いい硬いか、硬いよ。硬いな。本当に。ゴジラの尻尾史上一番硬いかも。骨のゴジラを除くと。はまらん。そしてトゲが痛い。トゲが痛くて持てない、ちゃんと。硬くない？合ってるよ。ね、これトゲが上だから合ってるはずなんで、硬いよ。ぎゅう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 。硬い。ちょっと骨のゴジラの恐怖、再びこのね、トゲが刺さるわ、これ入れようとすると。このトゲが刺さらないように持って入れてください。危ない、これ。いい、あ、いた、よっ、あ、なんとか、あ、なんとか入った、くっつきました。硬かったな、今日意外と。これなんか今まで組み立てた史上一番硬かったかも。だいたいね、キュッキュッって入るんですけど、硬かったぞ。あとこのトゲが痛い。この間の何、メカゴジはね、このトゲのところなんか柔らかくなって、これちょっと動くんですよね。うん、柔らかかったから良かったけど、硬いぜゴジラ、痛い、これチクチクするね。投げたりしないようにしましょうね、皆さんね。はい、首なしゴジラが出来上がりました。というわけでね、最後に頭をねくっつけて完成です。うん、こうかな、小顔だね、見てこれ、こんなに顔小さいのよ。これちょっと比較するゴジラを忘れちゃったけど、うんね、やっぱ小顔だよね。うん。ね。小顔ブームだもんね。え、これ合ってる？ギュッ。入るかな？入った。OK。OK。ん？なんかいまいち浮いてる。うん。痛い。トゲが痛い。よし。これでいいのかな、どこまでハマるかがね、こういうのって分かりにくいですよね。うん、あ、OK、 できたー。なんかすごい、なんちゅうの、首をこうキュッとねしてるとこ、なんかちょっとセクシーな感じがしますね。うん、尻尾がこうグッと前に出てて、首もこうグッとね、なんかちょっとさ浮いてないか、ちょっと浮いてないか、なんかちょっとね浮いてるよね。うん、なるべく継ぎ目がないようにしたいんだけど、ギー
これでいいのかな、なんか難しいな。なんかね、首の継ぎ目とかもあんまないようにしたいんだけど、ぐーこんなもん、こんなもんかな。どうでしょうか、こっちから見ても。んー、やっぱ青い背びれがいいね、綺麗だね。あ、なんか折れてる、あ、違うか、こういうもの、あ、こういうもの、なんかちょっと背びれ折れてない、これ、こういうものか、うん、なんか、あ、こういうものかもしれない色が綺麗。そう、私はね、これをね、なんちゅうの、これメカゴジとこう対になるポーズになってるのよね、今回ね。そこがさ、よくない、この尻尾の角度とかも全く一緒よ、これ。シンメトリーというかさ、お互い同じポーズしてんだよね、これね。わかります、こう並べて、あ、あ、何、今メカゴジラの足が取れた、嘘でしょ。ちょっとこうやってね、たまに取れるんですよ、うん、遊んでるとね、遊ぶなっていう感じだけど、よっ、ちゃんとハマってて OK、 うん、OK、 こうね、こういう感じで並べてもかっこいいんじゃないでしょうか。どう、なんかでもこっちのがいい、こうかな、あー、このがいい、こうか、こうか、迷うところですね、こう、こうね。でもこのついになるポーズかっこいいね、やっぱりこれで並べて飾るか、こう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 いう感じでもいいのかな、背中合わせみたいな背中合わせもかっこいいね。あ、背中合わせいいかもね、これ。尻尾もちょうど見えて、あ、これがいいわ、こうしよう、背中合わせで。本当にね、シンメトリーで、ここなんか V の字ができるような感じですけれどもね、素敵。いや、いいね、これね、いいわ、いいわ。ぜひ皆さんもね、ガチャ引いていただきたいと思います。というわけで、今日までで、メカゴジと、そしてゴジ様、2体組み立てたんですけれども、次回はいよいよ最終回ということで、コングを組み立てていきたいと思います。コングね、うん、コングはね、うちに一体もないから、うん、ないと思うよ、ないない。メカゴジはね、こうしてね、日本バージョンのメカゴジがあるのでね、こうなんかまた増えたなって感じだし、まあ、ゴジ様もね、いろんなパターンがいる。ここにもね、これかな、この子はあれだよね、シンゴジ、うん、いるんですけど、コングはね、我が家には初めてお迎えすることになるので、心して組み立ててまいりたいと思います。そんなわけで次回もお楽しみに、またお会いしましょう。どうもありがとうございました。